停止しましてと、はい、まだまだですね、火曜の9時で、行ってみたいと思うんですが、と、いつものように、始めるんですが、まずですね、何から、とにかくリコーと富士の話が走ってまして、とりあえずちょっとじゃ先にこの、リコーフレックスからの、話なんですけども、一応ですね、一通りやって、とりあえず完成しました。ピントもですね、若干狂っていたので、やはり無限を見てですね、こう合わせ直しまして、調整しました。この、周りのこのギアのリングを止めている、3本のですね、イモビスを緩めて、少しずつずらしていってですね、外を見るという、ピントのチェックで、で、今回はちょっとその、無限よりも、やっぱり近距離でちょっと合わせたいっていう、まあ、個人的な考えからですね。まあ、だから無限はもうピントをこう見て合わすってよりは、もう無限にカチッってセットして取ってしまうので、まあ、むしろこう近距離の方が欲しいなっていうのもあってですね。で、前ちょっと、ちらっと出しました。こういうピントグラスにですね、後ろに、エポキシで、ルーペをくっつけたのをこうやって当ててですね、まあ、3メーターぐらいの距離でですね、ちょっとこう、新聞紙の上に目標物を置いたりなんかして、合わせて上下のレンズで、調整しました。撮影レンズの方はほぼほぼ無限が出てたんですが、上はですね、やっぱりちょっとミラーを張り替えたりなんかしたもんですが、ちょっと狂っててですね、若干、だからここのメモリで言うと、2ミリぐらいですかね、少しだけ、動かして、だいたいドンピシャになったと思います。で、もちろんその、トンネル式ではないので、まあ、ピントグラスでいいんですが、そのフィルム面の浮きを考慮してですね、まあ、コリーメーターでなんて話も、してたんですけども、コリーメーターというのは、無限は比較的楽なんですけど、近距離、3メーターの距離に虚像を映すって結構難しいんでですね、まあ、やっぱり実際の風景かなっていうと、やっぱりこのピントグラス方式かなって、まあ、ちょっとですね、っていう感じの、まあ、いろいろ考えて、なかなか、こう、ドンピシャって感じの結論は出ないんですけども。で、それを、そのピントのですね、ちょっと話を、ちょっとして、たまたまですね、ちょっと古い、雑誌、これか、古いカメラ毎日のですね、まあ、切り抜きなんですけど、1964年だったかな、68年だったか、ちょっと切り取っちゃったんでですね、わからなくなっちゃったんですが、ブロニーカメラとかプレスカメラの、一斉テストレポートって、千葉大の応用物理の田村先生のグループがですね、カメラ毎日に、書いてる特集なんですが、そこにですね、まあ、もちろんその記事としては、田村先生のレポートなんですけども、まあ、それに対してですね、こうヤシカマットがこう紹介されていて、で、一応メーカーからの、まあ、反論って言ったら変だけど、意見みたいな、メーカーに質問を送ってですね、それに対する答えっていうのがですね、書いてあって、で、まあ、ここのところでやっぱりですね、このカメラ毎日のこの田村先生のこのテストレポートの、まあ、比較的こだわってたのがやっぱりピントのテストでですね、2人のテスターで交互にですね、フィルムを入れてターゲットを映してみて、まあ、どんだけばらつくかなんていうのをですね、レポートしてるんですけども、まあ、ここのところにですね、そのメーカーの回答で面白いのがあったんで、ちょっとご紹介したいなと思って、で、リコーフレックスはですね、トンネルになってないので、後ろの圧着板でも、裏紙ごとフィルムをベタ押しなんですけど、ヤシカマットはですね、トンネルになってるそうです。この記事によると。それでですね、フィルム面が、まあ、どうしても浮いてきてレンズ側に飛び出してしまうということを、まあ、指摘してるんですが、それに対してですね、当社では、供給フィルムを抑えるバネを装填時のほぐれを止める程度まで極力弱くして、まあまあこれはいいですね。また、トンネルの間隔を0.36ミリプラマイ0.015、
オートコリメーターによる無限遠合わせを 0.05 ミリだけレンズ側にずらしてフィルム画面の安定を図りピントずれを防いでいますっていうふうに、まあ、メーカーが数字を出してですね、回答してるんですね。まあ、ですからこれはそんなに嘘じゃないだろうと思われるんですが、まあ、そうするとですね、ヤシカマット124の、ピント調整はですね、トンネル構造になっていて、レール面よりもですね、0.05 ミリだけレンズ側に、ずれたところを基準としているというふうなですね、記述がありまして、まあだから二眼レフのピント合わせるときも、まあ、少なくともヤシカはこうやってるよという例とですね、まあやっぱりちょっとこう、どうしてもフィルムが、どうしても面積広いのですね、だいたいその、増面深度と、まあもちろん、レンズの明るさにもよるんですけども、まあ、だいたい4ぐらいのレンズで 0.2 ミリぐらいの間にですね、入っててくれというようなことが、まあ、この、田村先生のレポートに書いてあったんでですね。まあ、結構だからブロニーって、まあ、35メートル 0.02 ぐらいって言ってますから、ずいぶん誤差範囲が大きいんですけども、まあそれにしてもですね、まあそうやって一応カメラによってもやり方も違うし、まあだから、ただビューレンズも三半でこうやって、まあ合わせますから、あんまり厳密なことを言ってもキリがないような気もするんでですね、まあ一応そうやって、でも一応まあ調整はするということで、で前回はちょっとですね、あったふたあったふたしてやってました、その、ニカワ、ですね。これなんですけども、非常に面白い素材、接着剤っていうのが分かりまして、で、その後やっぱいろいろインターネットとか見てたら例えばバイオリンとかですね、そういったのの接着に肉皮を使うそうで、で、だから、面白いのは、これ肉皮をここに入れてですね、グツ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 煮て、前回ミラーを接着してたんですけど、ここにこう、ガラスに残った、のがこう、へばりついてるんですね。で、数日経って剥がそうと思ったら、もう、ガチッとくっついてました。で、これ物は試しにくっつくのかなって言って、ここに、やって、ペタなんつって僕、やってたと思うんですけど、これも取れないです。ガチッとくっついちゃって。それぐらいですね、強力な接着力が得られるっていうのには、ちょっと驚きました。こんななんか水入れて溶いてる、なんか小学校の時に使う糊みたいな印象を受けたんですけど、1日ぐらい経ってですね、見てみるともうカチカチにくっついて。で、くっついているにもかかわらず、だからこれもですね、この瓶にカチンカチンにくっついてました。ところがですね、熱湯をガーって入れて、熱々にして手で持てないぐらい熱くするとですね、こういう風にポロッと取れるんですよね。ですから、そういうバイオリンとか楽器はですね、修理するときには分解しないといけないので、ガチガチにくっついてしまっては修理できないですから、そういった意味ではこういう風にこう、カチッとくっつくんだけども、剥がすときも、なんか蒸しタオルを当てるとかね、なんかそんなの書いてる。ウェブサイトもありましたけど、比較的ですね、そんな何百度何千度にしなくてもですね、まあ沸騰したお湯ぐらいでの温度でですね、またこうやってポロッと剥がれるというですね、こう使いようによっては非常に使い勝手のいい接着剤、恐るべしっていうのをですね、僕勉強になりました今回は。びっくらこきまして。だから、まあ、確かに物がない時代で手っ取り早い接着剤はこれしかなかったのかもしれないんですけど、で、まあ、もう一つ言えば、このリコーフレックスは 3B なんですけども、まあ、何年後にはこれ4、5ってこう続いていくわけなんですが、4型だったかな?をちょっと見せてもらったんですけども、もう4型ではですね、ニカワでミラーを接着するっていうのをやめて、上下で、ちゃんとネジ止めしてありました。板をこう、下だけじゃなくて上にもくっつけてですね。
こう、なんていうの、三河でドーンっていうんではなかったんですが、まあ、それにしてもですね、こう、まあ、今、工場で大量生産する、こう、個性品にはこんな接着剤は多分使われてないと思うんですけども、昔からある古典的なっていうんで、馬鹿にできないなっていうのが、ちょっと正直、勉強になりました、本当。先入観だけでやっちゃダメなんだなと。まあそんな感じでですね、とにかくミラーをこ交換して、接着して、無限を出して、で、シャッターは、もう単純なカメラですから、もうそれだけですね。あとはもう、試写を待つのみと、いうところでですね、まあ、リコのカメラはまあこんなもんかなと、いうところで、まあ一応、ご報告までと、いう感じで、終わりたいと思います。ということで、まあ、リコー編は、これでですね、はい。